ゃと思って、だったらもう早く配信したいと思って今帰ってきたんだけど、もうねこっちのいつも使ってる配信用の携帯が充電落ちてて多分部屋が寒かったから充電が今落ちてて、今このコードを見て分かる通り充電中なんですよ。でこの子の充電の復帰を復活を待てば待つほど今日の配信時間が少なくなっちゃうと思ってとりあえず来たんだけど、こっちの携帯も今日1日リハーサルしとったからないんですよ。こっちももう 20% 切ってるんですよ。どっちがどっちがこっちがつくのが先かこっちが切れるのが先か分かんないの。そう困っちゃう。どっちもやばいんです。どうしよう。 20% もないんよ。もう 20% に迎えたのはもう30分以上前のことで、今何パーかも分かんない。そう一応なんかバッテリーモードっていうなんか使ってないアプリのなんかそこに行って電力使わないようにしてるんだけど、これ充電できてるよね。できてる。全然復活しないんだけど、何この子。できてる。一回刺してみよう。あ、充電マークつくからできてるわ。よいしょ。多分よっぽど落ちたんだろうな。やばい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 。だからいつもより広角なんですよ広角でこっちの方がちょっと鮮明に映るから、こっちで配信するの嫌なんですよ正直なところね。そうそうそう。だからいつも昔の系で、まあ配信しながら連絡とかも取れたりするので、ついた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 、こっちついたついた、こっちの赤こっちの端末に引き継ぎます。ついたついた、引き継ぎます。お目目の見え方が多分ね、色彩補正の鳴り方も違う気がする。ついた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 。まあこれはみんなの好みとかじゃない、私の好みなんで、こっちがこれからもこっちの携帯でやるっていうわがままこういう時にかけて Wi-Fi が、そうだ私のポケット Wi-Fi 雨の日効かないんだよな。雨の日、まあねこっちの方が携帯新しいからね、カメラがいいのかも。カメラがいいのは確か。やな、 Wi-Fi が、この端末から配信しますかって出たので、みんなさようなら。あ、落ちた。この端末から配信しますかっていう画面が出てきたので、この端末から配信するを選んでこっちの携帯から配信します。バイバーイまた会う日まで、バイバーイ。せーの、おお、引き継いだ引き継いだ。すごい、両手に携帯持ってる今すごい、引き継いだ引き継いだね。こっちの方がふんわりしてるでしょ。フィルターかかってるみたいでしょ。かかってないんだよ。すごい、なんか何でも止まることもなく、あれ、どっちもの携帯から配信してる。どういうこと？みんなの画面に見えてるのはこっち？昔の携帯？どっちもの携帯でコメント動いてる。どういうこと？どっちもコメント動いてる。どっちも同じ最新コメントが。なんで？これ片方でなったら片方切れるんじゃない？あ、視聴になってる？待って、わかんない。確かに視聴になってるのか。そうかそうか、そういうことか。違う、ライブ終了ボタンが出る。どういうこと？どっちが視聴？どっちもライブ終了ボタンが出る。どういうこと？どっちもライブ終了ボタン出る。私、どういうこと？どういうこと？片方、そんなことあるの？一個じゃないの？
しい方を切ってみるね。ちょっと両方持ちで。新しい方、アプリを落とす、配信を切るってやらない方がいいか。どうしたんだ、ライブ終了やってみる。こっち切れたらどうしよう。初めてこんな事件が巻き起こるなんて。いやまさかで、どっちもコメント動いてると思ってびっくり。じゃあアプリ落とすのがいい、わかった。じゃあ落とすね、ピッと。切れない、切れてないよね。何だったんだ。終わった。何だったんだ。私は誰に向けてこっちの画面で配信してたんだ。